本間夏樹でアパレルデザイン科3年です。なんか書いたことないもの書いてみようかなと思って、テーマが音楽で音が次から次へ耳に入ってくる感じを表現しました。岩崎美穂、アパレルデザイン科メンズコースです。テーマが金なんですけれど、ナノユニバースさんがシンプルなデザインが多いので、そういったものに合うようにデザインいたしました。桂ひな江です。アパレルデザイン科3年です。なんか遊びたくなる服をテーマにデザインしたので、アクティブなスポーツとかしていただけたらいいなっていう気持ちを込めました。松本志乃です。アパレルデザイン科3年です。人物から出る哀愁だったり雰囲気を抽象的なテクスチャーだったり色彩で表現しました。結構癖のあるイラストなので、なんかコーディネートの個性に加えてもらえたら嬉しいです。アパレルデザイン科3年の吉田ココです。ナノユニバースのコンセプトの色気をまとうところから年輪を合わせてデザインしたところがポイントです。